はい、今回の CS ダイアリーはですね、三井 CS 優勝の墓地大会になります。制作者がソーヤさんですね、ツイッターのリンク概要欄に貼っておきますので、ぜひフォローよろしくお願いします。まあ、墓地大会の解説をしていくんですが、まず墓地大会って何ぞやって人のために、このデッキの基本的な動き方を説明します。墓地大会はまず、手札にあるヘビーデスメタルかデスシュロンを墓地に落とすところから始めます。エマージェンシー・タイフーン、サイバーチューン、アツトあたりですね。まあ、こういったカードを使って手札にあるヘビーデスメタルやデスシュロンを一旦墓地に落とします。その後にですね、それらを進化元にしてデスマーチを召喚します。最後に打つカードが落城の刑。このカードかなり特殊な能力でして、バトルゾーンにあるコスト6以下のカードを1枚持ち主の手札に戻すといった効果を持ってます。このクリーチャーを手札に戻すじゃなくてカードを手札に戻すってのがミソで、持ってるデスマーチだけが手札に戻ります。なので、進化元になっているヘビーデスメタルかデスシェロンはそのまま場に残ってくれます。そんなわけでまあ4ターン目とかに出したヘビーデスメタルやデスシェロンを使って相手の盤面カッチャカチャにしていくっていうデッキになります。デッキの最速ムーブなんですけど、まあ、2ターン目とかに鬼カマスとかアツト出してもらって、3ターン目にサイバーチューンとかエマージェンシー台風で手札交換してもらって、4ターン目にデスマーチと落城の刑打ってヘビーデスメタルを出します。ヘビーデスメタルはスピードアタッカーでワールドブレイカー持ってるので、そのまま相手のシールド全部割っちゃってください。で、まあ、2ターン目とか出したクリーチャーでそのままダイレクトアタック。ということで、4ターンキルが最速になります。構築解説に行きましょう。まず上ですね、エマージェンシー台風とサイバーチューン。序盤はですね、ヘビーデスメタルデスシロンを墓地に落とすのに使いますが、シールドトリガーで出た時にバイケン手札に出せるので、こいつらめっちゃ強いです。なので、まあ、このデッキの場合は4角で大丈夫。4枚確定ですね。で、その下、デスマーチと落城の刑。さっき言った通り、こいつらはコンボパーツになってきますので、絶対に抜けません。こいつらは4枚確定です。で、その下、クロックが4枚。まあ、これも4枚確定でいいんじゃないかなと思います。単純に水運命のシールドトリガーだと最強クラスなんで、まあ、これはもう入れ得ですね。ね、スパイナーが4枚。まあ、これ最近入り出したカードなんですけど、シールドトリガーとして出ても、相手クリーチャー1体にマイナス3000っていうのを3回繰り返すことができるので、まあ、マックス3体除去することもできるということで、結構汎用性の高いカードなんですけど、まあ、注目すべきはスーパーシールドトリガーですね。自分の墓地にあるコスト4以下のクリーチャーをすべてバトルゾーンに出すということで、まあ、これでクロック出してもらえば実質クロックになります。これ9マナなんでミラダンテ12の効果貫通するのがいいですね。オニカマス。最近全国大会でラッカバスターが優勝したのもあるんですけど、やっぱバスターって一定数絶対にいますので、オニカマスは絶対にあった方がいいです。あと、このデッキの場合のオニカマスって、もう一個アタッカーとしてもかなり優秀で、ヘビーデスメタルで相手のシールド全部割るって言ったんですけど、まあその時にもちろん相手のシールドトリガーが出る確率がやっぱある程度あるんですよ。ここでですね、オニカマスって選ばれないので、まあ例えばどんどん吸い込むなどとか引かれても、オニカマス対象に選べないので、そのままオニカマスでダイレクトアタックすることができます。まあ、オニカマスはバスターメタでありながら優秀なアタッカーだということで、このデッキでは3枚採用されてます。その下、アツトですね。こいつもまあ、手札交換の役割があります。ヘビーデスメタルとかデスシュラン落とすのに使ってください。まあ、バイケンですね。まあ、さっき言った通り、サイバーチューンとエマージェンシー台風を一番利用できるカードがこのカードなので、まあ、4枚確定で大丈夫かなと思います。ヘビーデスメタルとデスシロンですね。まあ、これらは正直相手のデッキによってどっち使うかは勝手に決めてもらえばいいんですけど、一般的にはヘビーデスメタルは相手のシールドトリガーが薄いようなデッキに対して速攻で片付けたい時に使います。でデスシロンは、まあ、相手のデッキがコントロール寄りのデッキだった時に相手の手札全部捨てさせる目的で使います。ハンダして、毎回トリプルブレイクだけして、相手のシールドをどんどん捨てさせていくことによって、まあ、安定した勝率を叩き出すことができます。というデッキですので、皆さんもぜひ作ってみてはいかがでしょうか。では。